はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は7月1日アップデート放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでもう来てはいるんですが、まあ一応ね、さっとおさらい、まあ、していきましょう。まあ、7月1日になった段階で0時ですね、もうアップデートは来ているんですが、まずはスーパーパック120円のスーパーギフトパックはイベント期間中1日1回のみ購入できます。確定報酬以外ランダム追加報酬がゲットできます。ぜひ参加してくださいね、ということで、まず右の画面ですね、でお得っていう120円の限定スーパーパックと、この下の豪華っていうね、この3680円の限定スーパーパックと2つありますよ、ということで、まあ内容がちょっと違うんですけど、120円の方が確定報酬60と高速戦闘券が1枚手に入ります。これはもう絶対手に入ります。そしてその上ですね、ランダム報酬というものが8枠あって、この中から1つランダムで当たりますと。もちろん当たりは元宝1200になります。ついで高速戦闘券かな。あとも悪くはないんですけど、個数が少ないっていうところですね。で副将訓練書は外れになります。そして豪華パック、元宝が1840と高速戦闘券10時間のやつが ×1、 こちら確定報酬になります。そして上のランダム報酬から1つ出ます。元宝1万がやっぱり大当たりですね。で潜入育成単かなっていうところ、あとやっぱり数が少ないですね。もう1個1桁あってもいいんじゃないかぐらいで、副将訓練書は外れとなっております。はい、ということで今ですね、これが期間が7月5日月曜日まで毎日、買えるので、毎日1回かな、1回ずつ買えるので、まあお財布と相談しながら120円だけの人もあれば、3680円のも手出す人もいれば、どっちも買わないっていう人もいると思いますので、まあ、それはもう自分の、経済的な、ところと相談していただけたらいいかなというところですね。そして次が願い返しということで、元宝が漏れなくもらえる、最大2倍の元宝が戻ってくる、30元宝、300元宝、3000元宝、3万元宝をそれぞれ1回ずつ献上できる、この機会を逃さないでね、ということで、期間が7月1日木曜日0時から7月5日月曜日23時59分となっております。ということで、まあ、いつもの月初めの願い返しイベントやってまいりましたよ、ということで、まあ、やっぱりここでね、3万元宝を献上して3万6千から6万元宝を手に入れたいなというところですね。なので、まあ願い返し引けない無課金の人ってあんまり少ないと思うんですが、ここはね、もう3万元宝を本当に残しておいて、なんとしてもこの3万のね、献上できるようにしておくのがいいかなと思います。そして踏みつき御礼ということで、今月のログインボーナスになります。集中するのは悪いことではない、踏みつき御礼、上映の汗は正気到来の証ですということで、期間が7月1日木曜日0時から7月31日土曜日23時59分となっておりますよ、ということで大きい画像を出しましょう。こちらが今月のログインボーナスとなっております。24か26だった気がするんですけど、まあ、どちらかですね。ログインボーナスがこちらになるんですけど、ログインボーナス27日目か、27日目で、上映が手に入りますんで、頑張ってログインしましょう。やっぱりね、月に1人ログインボーナスでキャラクターが手に入るので、1年に10人手に入るわけですよね。となると1人につき、まあ、お城で、まあ、5秒ぐらいは守れるようになると。でそれが50人なわけなので、1年間しっかりプレイすればね、50人で250秒はお城守れるようになるというところで、まあこういうのはね、本当にチリツモなんで、ちょこちょこちゃんとログインして手に入れておくのがいいかなと思います。250秒守れたらね、5分ぐらいは軽く、5分もいけないか、4分ちょいぐらいかは軽く守れるので、1年で4分ちょい守れるようになるっていうのは非常に、同盟としてはありがたいですね。で、そこからさらにね、普通の副賞も取得したりして、もちろん数は増えていくので、このね、もうログインボーナスだけでもそれだけ伸びますよということですね。そして日本一。100戦100勝の最強戦士、非常に高い戦闘力を持つ日本一、本田忠勝があなたを勝利に導くということで、7月1日の再販枠に本田が選ばれました。こちらが、もう始まっております。7月7日水曜日23時59分までとなっておりますということで、忠勝が初めての再販になるかな。はい、ということでこちら本田忠勝の大きい画像になりますよと。で本田忠勝のやっぱり特徴的は、
来たてというね、特殊状態かなというところになりますね。本田忠勝がどの辺だろう。結構下の方かなとは思いますが、いたいた。ということで、右が本田忠勝になります。まあ、やっぱり、一番目かな、スキル1で、攻撃した後2ターンの間、自分が来たて状態に入りっていう、まあ、来たてがあります。まあ、こちらが攻撃を受けた場合、最大 60% のダメージを HP パーセンテージが最も低い敵1名に転嫁するっていうところで、反射は反射なんですけど、攻撃してきた相手に返すんではなくて、攻撃してきた相手パーティーの HP パーセンテージが最も低い敵1名に反射するっていうところで、なかなか面白いんですよね。うん。その攻撃してきた人自体に返さないっていうところが面白い。うん。なので、もう周りがどんどん死んでいくって感じになりますよね、相手のね。で、まあ、しかも攻撃力も、まあ、そこまで低くないんですよ。で、お城では2倍のダメージを与えることができるので、まあ、740% っていうパーセンテージですけど、お城では、1500% 近いダメージを与えてくるというところですね。なので、まあ、十分火力もあって、なおかつこの反射力もあるって、お城では結構厄介です。で、なおかつパッシブ3番目が、体力値、レベル ×400 となってて、HP が非常に伸びやすい。で、ダメージ反射も入っております。ダメージ 40% 相手に反射ってなるので、最大 60% のダメージ反射もあるし、っていうところで、結構反射率高いんですよね。で、スキル2番目も、まず回復から入って、800% の範囲ダメージになるのかな。で、発動回数が多いごとに与えるダメージが増えていくという面白いスキルになっているんで、しかも武将なんで、まあ、やっぱり HP もたくさんあるというところで、スキル2までは行きやすくなっているんで、この反射とね、範囲攻撃を駆使しながら戦っていくのが面白いんじゃないかなと。まあ、僕はね、結構、本田忠勝厄介だと思っているんで、まあ、もちろん戦金無双もそうですし、軍友警告に関して、もかなりいやらしいなと。もちろん闘技場でもいやらしい動きすると思います。なので、まあ、さすがに本田忠勝をいきなり短期特化っていうのは、ちょっと、レベルに関するコンテンツでちょっと厳しいと思うので、まあできればね、まあ2人目3人目っていうところで、まあアタッカー枠として取るのはありなのかなという気がしますね。はい、ということで、もう来ているアップデートですが、今のところ、ログインボーナスの、上映と、本田忠勝。まあこちら再販枠でやってきてますよということです。はい、ということで、チャンネルの登録、Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。